サウンドバイ。Hey guys, thanks for checking out クリスの部屋。クリスの部屋をいつも見てくれてありがとうございます。ごめんね、なんか最近あんまりビデオを出してなくて、実はですね、ちょっとね、でっかいプロジェクト動いてるんですよ。2ヶ月ぐらいはかかるような、自分の本当にやりたい仕事、やりたいことが明確になるトレーニングプログラムを作ってるんです。で、そのためにちょっとね、忙しくて、で、申し訳ございません。でもね、できるだけもうちょっとビデオをアップしていこうと思ってます。でね、実はね、Why am I making this video? I have some good news. すごいいいことがあったの。2週間前に青山のコミューン246っていう場所で、友達2人とビールを飲んでたのね。で、外のテラスカフェみたいなところで、で、僕がここに座ってて、で、友達右左いたんだよね。で、僕はバッグを僕の椅子のところにかけたのよ。で、ちょっとみんなビール買いに行ったのね。で、戻ってきて10分ぐらい経って、あ、バッグの中にあるもの出そうって思ったら、バッグがないわけよ。マジで、おいおい、バッグどこ隠したって言って、持ってってないのって言って、いや、持ってってないよって言って、で、マジさ、 Oh my god, my bag is gone、 マジ盗まれたみたいな感じになったんだよね。で、お店とか回って、で、管理人とか呼んで、バッグ見てないですかって、こういうショルダーバッグ、青色とね、ちょっと紺色っぽいバッグ見てないって言って、誰も見てないわけよ。で、マジ表参道でバッグが盗まれたのね。信じられなかったわけよ。で、その泥棒さんにも結構尊敬したのね。よく人の目の前でバッグ盗むことできたなって、よくやったねって思ったんだよね。で、しょうがねえなって言って、俺生きてるからラッキーやんみたいな感じでポジティブで店を出て、でも次の日の朝ちょっと落ち込んじゃったんだよね。なんか重い気持ちになって、あそこの中に俺の一番好きな帽子が入ってたし、鍵、車の鍵、リモートがついてるやつもあって、うわー最悪だなーとか思ってたんだよ。で、なんかおかしいよね、なんか日本で物を盗まれるってめっちゃない。これ2回目なんだよね、盗まれたの。1回目は自転車のホイールを盗まれたんだけど、それは俺が2週間自転車ほっといたから、盗まれたのも俺のせいだなって思うのはあるんだけど、いや、目の前で、ね、外のカフェみたいなところに行ってバッグ盗まれるなんて、日本でさ、で、表参道で、マジかよって思ってたんだよね。で、その朝俺決めたの、このバッグは戻ってきますって、このバッグ戻ってくる決めたんだよね。で、頭の中で、いやいや、クリス、そんなのないよっていうのが来るんだけど、いや、戻ってくるって、で、決めたわけよ。で、その友達にも言ったのね、あのバッグ戻ってくるよって言って、で、昨日赤坂警察署から手紙が来てました、なくしたものを見つけましたよって、 Booyah! My bag is back! ちょっと散歩してたんだよね。で、なんと何にも、電池のチャージャーは盗まれたんだけど、他のものは全部入ってます。My hat! My Patagonia hat is back! My car keys! Yeehaw! 戻ってきました。なんとね、なんか100円も入ってて、その100円も戻ってきたんだよね。And I am so happy about this bag coming back! で、なぜすっげえ嬉しいのかっていうと、いや、もちろんバッグとか帽子とか鍵が戻ってきてくれたっていうのはすっげえ面白いよ。でも、やっぱり決めたことが現実になるっていうことだと思うんだよね。もし僕がこれ戻ってこねえよなーって言って、もうなくしちゃったっていうのを頭の中で決めて、で、警察署に行ってなくし物を届け、なくし物がありましたっていう感じで届け出していっても、ひょっとしたら戻ってきたかもしれないよ。でも、ポイントは、戻ってきたのはやっぱり決めたから戻ってきたと思うんだよ。で、決めたからそれがものになったと思うんだよね。で、いわゆる頭の中で決めちゃうわけよ。で、そうすると外がついてくるのね。で、仕事と同じなんだよ。
好きなことをやっている時と同じなんだよ。いや無理じゃんって思ったら無理なわけよ。ね、外ができてる人たちは最初はそれをやる前に中で決めたんだよね。だから中から始まる。いろんな問題が出てくるかもしれないよね。 But you gotta remember、 あなたは問題より大きいんだよ。だから問題の大きさにフォーカスするんじゃなくて、自分の大きさにフォーカスすることが大切だ、ね、そういうこと。本当にね、嬉しい、最高の一日でした。これは戻ってきた昨日ね。この泥棒さん、ありがとうね。なんか財布が入ってなくて、そこら辺の道でパッて下ろしてくれて、絶対君がそれをやるってね、知ってたからね、うん、ありがとう。 Anyways、まあ、ちょっとね短いビデオ長くなっちゃったかな。ちょっとね楽しいいいことがあったのでシェアさせていただきました。 Alright, so keep it tight, keep it tight。 何があっても頭を keep tight ね、コントロールしようぜ。ポジティブな、ポジティブで、ポジティブで、で自分の方が問題より大きいから、どんな大きいものがあっても大丈夫だって、はい、キープタイ、そこにフォーカス。 Alright, that's it. Thank you so much for watching the video, and I will see you in the next video.